山本剛生君。はい、じゃあ山本剛生君。日本維新の会の山本剛生でございます。本日は質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。今日この分科会は外務部門ということでございますので、林大臣をはじめ関係閣議の皆様方、ぜひですね、建設的な議論をですねさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。質問に入る前に、私は外務省さんとはですね、浅からぬご縁を実はございまして、ちょっと皆様にご案内をさせていただいてもよろしいでしょうか。外務省入りますと、右側に大きな陸奥宗光さんの銅像があられるのをご覧になった方もいらっしゃるかと思いますけれども、実はあの作品ですね、私の祖父の作品でございます。私の父は、祖父はですね、山本豊一という名前で彫刻家だったんですけれども、フランスの彫刻家 のアリスティド・マイオールに師事をいたしまして、で東京芸術大学の名誉教授、そして文化功労者でございました。私らはもう、ね、文化の香りは全く芸術の香りはしないんですけれども実はそういうものことがありまして、ぜひですね、大切にしていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。私ですね、パリでですね、マイオールの美術家、マイオールはヨーロッパ の、近代美術のですね巨匠でございますので、パリに美術館があるんですけれども、そこに私もパリ行った時2度ほど行ったんですが、2度ともですね閉館でございましたので、ぜひフランスのですね大使をはじめ皆さんにはですね行っていただけるようによろしくお願いをしたいというふうに思います。では、まず本日はですね、質問に入らせていただきますけれども、その我が国のですね自治体と各国の地域間交流へのこの国の支援についてちょっと お尋ねをさせていただきたいというふうに思います。私は福岡なんですけれども、福岡ではよくアジアの玄関口という言葉を使います。で、私はですね、こう地方の都市が玄関口っていう言葉を使うことにちょっと違和感というかですね、それはあまりにもちょっと荷が重いのではないかな。やっぱり玄関口って言いますと、やっぱりいろんな人来ますので、じゃあ国の機能もそこにじゃあ移転してくるのかというとなかなか難しいことがありまして、でせっかく日本はですね、やっぱサザエさんとかでもあるように勝手口ってあるじゃないですか。でそのやっぱ、玄関口と勝手口っていうのがあって、そのその勝手口とかで十分なんじゃないのかなと。でその勝手口っていうのは何かちょっと僕も調べてみたんですけども、勝手口でよく台所の横についてることがほとんどなんですが、この台所のことをお勝手って言いますよね。でその語源は実は弓道から来てるそうで、弓道では弓を引く右手を勝手って言ってですね、弓を支える左手を押してというそうでございます。私弓道やってたわけじゃないんですけども、押し手は弓を支えるのでこう自由が効かないんですけども、勝手は自由が来ている、右手は自由が効くというところから、来ているそうなんですが、その昔女性があまり自由がなかった時代、唯一その女性が自由にできるところが、台所、つまりお勝手、そこにあるから勝手口というような由来があるそうでございます。諸説いろいろあるそうなんですけども、でやはり勝手口っていうのはですね、玄関と違いまして、子どもたちがこう出入りしたりとかですね、あとは近所のものを受け取ったりするようなものところだった近所の品物とかをですね配達してもらって受け取るようなところだったり、そこはまさにその情報のですね、近所の情報の集積地で、向こう三軒両隣の人たちはもう勝手を知ってるので、そこからいろいろ入ってきたり情報交換したり井戸端会議したりみたいなことがあったと思うんですけれども、私はそういったその勝手口という日本の文化があるのであれば、その福岡をですね、ぜひそのアジアのですね勝手口としてこれから開放していきたいなという思いがありまして、選挙でもいつもそれを訴えるんですけども、あまり皆さんには聞いていただけないような感じでございます。ぜひですね、この福岡をそういったものでその地域の特性を生かして発揮できるような地域にしていきたい、そういったものをですね支える国の制度というのがあればいいなという思いを込めてちょっとお尋ねをするんですけれども、地域間交流を支えるその国の制度というのがどういうものがあるのか、ちょっとご案内していただければというふうに思います。外務省石川官房長。はい、お答え申し上げます。まさに地方はですね、我々としても我が国の外交事業の重要なプレイヤーであるというふうに考えてまして、外務省としましてもオールジャパンで総合的外交力を強化するために在外公館を活用するなど、日本の地方の魅力を海外に広く発信する事業を支援を行ってきているということでございます。
在外公館活用したあの地方の魅力発信事業、例えばでございますけれども、昨年1月にはですね、ベトナムのホーチミンの総領事館におきまして、福島県、山梨県、大分県の魅力を紹介する PR 事業を、まあ、実施いたしまして、まあ、各自治体の協力も得て、日本酒などの食材を提供して参加者から好評を得ましたほか、地元メディアにも取り上げられたと。あるいはまた最近ではですね、令和3年12月から外務本省および在中国大使館が地方自治体などと連携しまして、中国の消費者が中国にいながらにして SNS を通じて日本の地域の魅力を体感できる動画の配信等の情報発信を行ってきているということでございます。山本剛生君、ありがとうございます。私はね、アフターコロナで地方が今本当に苦しい状況の中で、その特性をその今度ですね、海外に売り出していこうとするときにですね、 もっと在外公館をですね、積極的に使っていくことがいいのではないかなというふうに思っております。で、大使館さんとその自治体さんが一体となって、その国やその地方のですね、特性を魅力をですね、どんどん売り出していって理解を深めていくということは、私は非常に重要なことだというふうに思います。で、それがひいてはその地方のインバウンドを増やしていく、そしてまた貿易や人的交流にもつながっていくというふうに考えております。まあ、今までもいろいろな取り組みをやっていただいていることは承知はしておりますけれども、コロナ後はもっと積極的に活用すべきと考えておりますし、それがですね、ある意味アフターコロナのですね、地方地域の起爆剤になったらいいなというふうに考えております。で、そこでお尋ねをさせていただきます。まあ、地域のですね、そういった理解を深める役割の一端を、今まで以上に在外公館が積極的になっていく準備をですね、されて、これからですね、もう今コロナのこの厳しい中でされていってはどうかなと。で、また予算を例えば大幅に確保して、在外公館の積極活用に取り組んでいただくのはいかがかなというふうに思っているんですが、いかがでございましょうか。委員長。林外務大臣。ありがとうございます。まず山本委員におかれては、おじい様が、陸奥宗光の像を作っていただいたということで、やはり芸術の香りがするなと思って見ておったわけでございますが、外務省に入りますと、まさにあそこにあってですね、私、改めて入ったときに思いましたのは、陸奥は実は山口県下関市もご縁がありまして、この日清講和条約を結んだときの伊藤全権での外相を務めていたということで、私の下関の実家から、まあ、歩いて行けるところにですね、春帆楼というのがございますので、そういった意味でも何かしらのご縁を感じたところでございます。で、今委員からおっしゃっていただいたようにですね、日本の地方の魅力を、まあ、世界に発信していくということは大変重要な課題であると考えております。まあ、外務大臣になる前ですが、Think Globally、アクトローカリーという言葉に接したことがございまして、グローバルにものを考えるけれども、行動を起こすときはですね、その地域からやっていくんだと、まあ、こういう言葉で私もいい言葉だなと思っておりますが、まあ、そういった意味でもですね、外務省としても各地方自治体等の関係者と連携しながら、まあ、可能な限りの支援を行ってきておりますし、これからもやっていきたいと思っております。まあ、先ほど委員からお話があったように、今、まあ、コロナでございますので、なかなか事業展開できていない面も、まあ、あるわけでございますけれども、オンラインですとかを活用し、また収束状況をですね、見つつ、これずっとこういう状況が続くというわけじゃございませんから、この後のことも、頭に入れてですね、今のうちに準備をしておくというような形で、この引き続き支援を行っていきたいと、こういうふうに思っております。まあ、こうした観点から、まあ、インバウンドの促進、地方産品の海外展開、地方ニーズを、そういった地方のニーズを十分考慮した上で、在外公館も活用して、地方の取り組み、一層強く支援してまいりたいと考えております。山本剛生君。大臣、ありがとうございます。まあ、カミソリ大臣と言われた陸奥宗光さんはですね、本当に大きな功績を持って、まあ、そこに銅像が飾られているんだろうというふうに思います。まあ、ぜひですね、その隣には林大臣の銅像が立つようにですね頑張っていただきたいなというふうに思いますが、まあ、コロナで本当に傷ついた地方にですね、夢を与える施策をということを、私予算委員会の中で総理にも実は2回とも言っております。まあ、それをですね、ぜひ外務省さんでもですね、実施をしていただいて、
とにかく日本全体でその地域を盛り上げていくためにですね、まあ、あの外務省がその旗振り役になるっていうのはどちらかというと、まあ、地方分権とか地方創生とかをですね、外務省さんが旗を振るっていうのはちょっと痛快な思いもいたしますけれども、ぜひ取り組んでいっていただきたいなというふうに思いますし、まあ、私あの、まあ、先ほど福岡と申し上げましたけれども、まあ、例えばまあ福岡であったら、まあまあ、中国や韓国やいろいろ近いところがあるんですが、まあ、もちろん当然台湾もですね、まあ、しっかりと力を入れてさまざまな交流をですね、台湾と一緒にやっていきたいなというふうに私は個人的には思っております。であの次にですね、あの中国との貿易のあり方についてちょっとお尋ねをさせていただきます。まずあのちょっとまず冒頭にあの現時点での TPP における中国の状況をですね、ちょっとご説明をいただくのと、合わせてあの今月11日にアメリカのバイデン大統領が打ち出したあのインド太平洋戦略、これですね、あの我が国が打ち出しているあの自由で開かれたインド太平洋についてちょっとご説明をいただきたいというふうに思います。渡辺官房審議官。はじめにあの私からはあの TPP に関してあのお答えを申し上げさせていただきます。TPP11 協定の加入手続きにおきましては、 TPP11 への加入を希望する国地域が帰宅者であるニュージーランドに加入申請を提出した後、 TPP 委員会において当該国地域の加入手続きの開始の可否をコンセンサスにより決定することとされております。中国は昨年9月16日に TPP11 への加入申請を帰宅者であるニュージーランドに対して提出しておりますが、現時点で TPP 委員会において中国との加入手続きの開始の可否について特段意思決定はされておらず、中国の加入手続きに関する今後のプロセスの詳細は何ら決まっておりません。現在英国について加入手続きが進められているところであり、こちらがまずは先行していくことになります。続いて有馬官房審議官。お答え申し上げます。我が国主導の自由で開かれたインド太平洋と、先日米国が新たに発表いたしましたインド太平洋戦略につきまして簡潔にご説明させていただきます。日本が最初に提唱いたしました自由で開かれたインド太平洋は、インド太平洋地域において法の支配をはじめとする共通の価値や原則に基づく自由で開かれた秩序を実現することにより、地域全体ひいては世界の平和と繁栄を確保していくという考え方に基づく構想でございます。日本政府としてこの構想について特定の国を念頭に置いたものではなく、考え方を共有する幅広い国々と協力していく包摂的かつ開かれたビジョンであることを一貫して説明してきているところでございます。これまで米国はもとより ASEAN 諸国、豪州、インド、欧州など自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた広範なパートナーとの連携が生まれているところでございます。米国のインド太平洋戦略、先日発表されたインド太平洋戦略についてでございますが、その内容の一時についてコメントすることは差し控えさせていただきますけれども、同戦略はインド太平洋地域への米国のコミットメントを改めて明確に示し、日米が共有する自由で開かれたインド太平洋のビジョンの実現を目指すものであると認識しております。以上、山本剛生君。まあ、自由で開かれたそのインド太平洋戦略というものは、まあ、我が国が提唱して、まあ、多くの賛同をいただいているというところでございましょう。で、そこに、まあ、アメリカが、まあ、かぶしてきたのか、それとも全く別の次元で話をしようとしているのかというのは、まあ、僕もちょっと あんまりよく理解はしていないんですけれども、まあ、やはりさまざまな意味でですね、このインド太平洋にその注目が集まっていくということは、私はいいことだというふうに思っておりますので、まあ、我が国としてはしっかりとその今までとですね、変わることなく、そのインド太平洋、その開かれた、自由で開かれたインド太平洋というものをですね、アピールをしていっていただきたいというふうに思います。で、まあ、これはですね、自由で開かれたインド太平洋も、インド太平洋戦略もですね、まあ、中国をまあ意識したものと、まあ、捉えておられる方も結構、周りではですね、多いというふうに思います。まあ、私は TPP において中国の加盟についてはですね、やっぱハイスタンダードなルールを堅持することがとっても重要だなというふうに考えています。まあ、中国の加盟にはですね、やはりさまざまな、まあ、ハードル、高いハードルがあることはもう皆さんにもご案内の通りでございますけれども、まあ、中国が、まあ、考えていることとして、まあ、想定できるのは、まあ、例えばベトナムも入ってんだからうちも入れるだろうぐらいの感覚でちょっといるのかなというのもですね、まあ、
にしもあらずなのかななどということも考えています。まあ、岸田総理も施政方針で TPP の確実な実施、高いレベルを維持しながらの拡大に取り組むと述べられておられます。で、林大臣もですね、外交演説でルールに基づく多角的貿易体制の維持強化に取り組んできた、引き続き TPP11 協定のハイスタンダードの維持や RCEP 協定の完全な履行の確保に取り組むと述べられております。中国の加盟のためにこのハイスタンダードなルールの例外を認めるようなことがもしあったとするならば、これはもう全加盟国からですね、同意を得るのはもうまず難しいということは間違いないことだというふうに思います。で、ここでやっぱり重要だなと思うのは、まあ個人的にはですね、やっぱ中国に隙を与えないことだというふうに私は考えています。まあ、ただ一方でですね、これ例えばそのアメリカとの TPP の交渉において自動車の関税撤廃は取れなかったんですけども、当初ですね、部品の実は関税撤廃は取れていたんですよね。しかしながら日米貿易協定では実はこの部品も実は取ることができなかったということがございました。こうしたことが例えば向こうから見てダブルスタンダードのように取られてしまってはですね、これはよろしくないというふうに思います。そういうことがないよう、あらかじめですね、やはり私は交渉にルールを設定しておく必要があるのではないかなというふうに考えております。そこで、お伺いをさせていただきます。まずですね、中国との貿易のあり方を今後どのようにしていくのかということ、それからまた日米貿易協定をこのままですね、そういったように見られているような節がもしあったとするならば、それを放っておいていいのかということをちょっとお尋ねしたいというふうに思います。委員長。林外務大臣。このまず中国との貿易においてということでございますが、この中国は現在、まあ我が国にとって最大の貿易相手国になっているわけでございます。中国にとっても日本は米国に次ぐ2番目の貿易相手国であり、この日中両国の貿易関係はまあ極めて大きなものがあるわけでございます。まあ、一方で今ちょっとお触れいただいたようにですね、中国の貿易慣行に関してさまざまな意見があるとこう理解しておりまして、中国がまあ世界第二の経済大国にふさわしいですね、国際社会のルールにのっとってその責任を果たして国際社会の期待に応えていくと、このことが重要であると考えております。まあ、こうした観点からですね、昨年11月に開催をされました日中経済パートナーシップ協議においては、中国側に対してですね、日本企業の正当なビジネス活動を守って、また公平な競争条件を確保すること、これを求めたところでございます。まあ、我が国としては、ハイレベルの機会も活用しながら、中国に対し責任ある行動を引き続き求めていきたいと思っております。そして日米貿易協定でございますが、2019年の9月の日米貿易協定合意の際の共同声明において、今後の交渉についてはですね、どの分野を交渉するのか、まずその対象を日米間で協議するということにしております。先ほど触れていただきました、自動車部品についてはこの日米貿易協定においてですね、単なる交渉の継続ではなくてさらなる交渉による関税撤廃、これを明記しておりまして、関税撤廃がなされることを前提に具体的な撤廃時期等について交渉が行われることになり、日米間では引き続きこの日米共同声明に沿って、通常の外交ルート等を通じて協議を行っていくことになると考えております。バイデン政権はですね、国内の競争力を強化するまでは、まあ、新たな貿易協定を結ばないという方針であると、まあ、理解はしておりますけれども、米国と引き続き通商を含むさまざまな分野での協力について、まあ、しっかりと意思疎通を図ってですね、日米通商関係の今後の進め方についても、しっかりと検討してまいりたいと考えております。山本豪政君。ありがとうございます。自由貿易についてはですね、やはりハイスタンダードなルールというものをやはり堅持をしていく、そこをやはり崩さないということが
私は大事であろうというふうに考えておりますし、まあ、これ国益にも当然つながる話でございますから、例えばマルチだったらそれは維持できるけども、倍だとなかなか難しいなんてことはやっぱ私は、まあ、あんまりあってはいけないのかなというふうに思っておりますし、もしその例えばそういったことがあったとして、そこをですね、まあ、中国に限らずどこの国でもそうなんですけれども、日本はそういうダブルスタンダードみたいなことをやってるじゃないかと、もし思われることがあったらですね、例えば我が国がいやお宅もなんかおかしいことやってるじゃないかと、もし指摘をしたときに、あんただって同じことやってるだろうと言われかねないような話になってしまわないかなという懸念がございます。ですから、ここはですね、やはり、日本のですね、姿勢というものをですね、しっかりとやはり、対外に示していくということは、私は、やらなければならないし、林大臣だったら私はできるというふうに思っておりますので、ぜひですねそこにご期待を申し上げたいというふうに思います。最後にちょっと日韓関係についてちょっとお尋ねをさせていただきたいというふうに思います。先日ホノルルで、日韓外相会談やられて来られたかと思うんですが、ちょっとその内容をですねちょっとご説明をいただきたいなというふうに思います。林外務大臣。ホノルル時間でございますが、2月12日、チョン・ウィヨン韓国外交部長官と日韓外相会談を実施したところでございます。会談におきましてですね、チョン長官との間で北朝鮮への対応をはじめとして、地域の安定にとって、まあ、日韓、そして日米韓協力、これは日米韓外相会議ということでやっていましたので、日米韓協力が重要であるということを改めて確認した上で、両国間の懸案を含む日国間関係について率直な意見交換を実施したところでございます。今回チョン長官との間で対面で会談を行ったのでですね、改めて私から旧朝鮮半島出身労働者問題やですね、慰安婦問題に関する韓国の国内の動きにより日韓関係は引き続き非常に厳しい状況にあるという旨を述べました。その上で私から両国間の問題に関する日本の一貫した立場に基づき韓国側が責任を持って対応する必要があるとして韓国側に適切な対応を求めたところでございます。さらに佐渡の金山のユネスコへの推薦についてもやり取りを行ったところでございます。私からはまあ括弧付きですが強制労働があったかのような韓国側の主張を受け入れられず遺憾であると改めて抗議をしたところでございます。その上で我が国としては佐渡の金山の文化遺産としての素晴らしい価値、まあ、これがユネスコにおいてですね評価をされるように冷静かつ丁寧な議論を行っていく考えであり、この韓国側とも誠実に議論を行っていく旨改めて伝達をしたところでございます。また両国間の人的往来についても意見交換を行ったところでございます。チョン長官とはですね今後とも日韓関係を健全な関係に戻すべく外国当局間の協議や輸出疎通を加速していくことでも一致したところでございます。以上、山本剛生君。ありがとうございます。相当ですねお互いの主張というものがですね、こう、 うまくかみ合わない中での会談は本当に大変なご労力だっただろうなと拝察をいたします。まあ、韓国もそうですけど中国もそうですけど、まあね、国同士のレベルではですね、まあ、関係は相当こじれているのはもう皆さん もうご案内の通りでございますけども、一方でですね韓国に目を向けてみますと、そのいわゆるその民間のですね交流というものはもう国同士の関係なんかもお構いなしにですね、もう自由にですね活発に行われていることはですね、もう皆さんもうご承知のことと思います。まあ、私の知る地元の韓国の方々はですね、まあ日本に非常に大きなですね好感を持ち、日本への理解もですね相当深いものがございます。また私今は福岡市内なんですけども、以前はですね筑豊で実は地元で選挙やっておりまして、まあ筑豊もですね、まあ、さまざまな、まあ、炭鉱がありまして、まあ、ルールいろいろ言われるわけでございますけれども、そこにおられる、まあ在日の方々はですね、やはり日本をやはり理解をする
こともされておられますし、私が親しくさせていただいた方の中にはですね、まあ、いわゆる無縁仏をですね、それを集めてですね、それをまあ国に送り返すっていうようなことをやられておられた方もいらっしゃいます。本当にもう私はもうその作業を見てたら本当頭の下がる思いでございました。やはり人と人とのですね、やっぱりその心、そしてまた人的なそういったさまざまな交流というものは国の関係を超越したところでですね、やはり分かり合えるものが私はあるのだろうなというふうに思いますし、皆様方もそういった思いは持たれておられるんだろうなというふうには思います。一方でやはり国としての関係というものは毅然とした態度で臨まなきゃいけないということも私は理解をしておりますので、まあそういったところでですね、ただこれがですね、いつまでもずっと続いていくことが本当にいいことなのかどうなのかということは、これは真剣にやっぱりですね、一方で考えなければならない問題だというふうに私は思っております。これだけ民間交流が活発で、特に若い世代の方たちはですね、双方に大きな嫌悪感はですね、人間同士の嫌悪感は多分ないと思うんです。でもなぜ国だけがこのような状況を打開できないのかということは、もしかしたら若い世代の方たちは理解をできてないのかもしれないんですね。やはり例えば今、例えば韓流ブームだとかなんだとかっていうので、もう身近に行けばもう何でもその看護でコスメのなんていうんですか、あんまり私の口からコスメとか言ってもなんかあんま説得力ないかもしれませんがそういうその美容みたいな、ね、ものについてもやっぱり日本の若い方の韓国への関心というのは非常に高いというふうに思います。まあ、私は冒頭で、まあ、福岡はアジアの勝手口にということを申し上げましたけれども、これこそですね、まあ、福岡勝手口の出番なのではないかなというふうにも思っております。無論、まあ、先ほどおっしゃられた大臣がおっしゃられた徴用工問題、そしてまた慰安婦問題をはじめとしたですね、国家間に横たわる問題はですね、決して譲歩する必要は私はないというふうに思いますし、コアも先ほども申し上げました通り毅然とした態度で対応していただきたいというふうに考えております。ただそのまあ、私生活、一般生活の中でもですね、ご近所さんが、まあ、隣同士がですね、不和だということは、ちょっと生活の中では結構大きなストレスを感じる部分も多分ございますよね。ですからやはりどこかでやっぱり何かの解決をしていかなければならないんだという、そういった思いの中でこの未来を担う若い世代、これからの世代のですね、方たちにそういった負の遺産をですね、こう背負わせることを私は一方でやっぱり良しとしない立場でもございます。ですからですね、できることなら若い世代だけでもこの民間交流の中から二国間の希望の光をですね、見出してほしいなというふうに思いますし、隣人が手を取り合って支え合い助け合う関係がですね、もし築けたとするならば、私はそれは本当に両国間にとってこれからプラスになっていくんだろうなというふうに考えております。そこで、最後の質問をさせていただきたいというふうに思います。まあ、これだけ民間交流が進む日韓関係に対して、その国として、まあ、外務省としてやっておられることはあるんでしょうか。もしあるなら、それをですね、こう例えば拡大をしていく、まあ、どういう内容なのかあれですけども、そのどん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 それを拡大していって、そういった将来に対してですね、理解を深めていくようなことをされているのかというのをちょっとお尋ねしたいというふうに思います。以上、岩本官房参事官。お答えいたします。ただいま委員ご指摘のとおり、日韓関係が非常に厳しい状況にございますが、両国の国民間の交流は重要だと考えております。外務省としましては、韓国との間で青少年交流を含む人的交流事業である対日理解促進交流プログラム、通称ジェネシスと呼んでおりますが、これを通じまして1989年度以降累計4万名を超える人材交流を行ってきております。まあ、現在コロナのためにですね、対面での交流が減少はしておりますが、オンライン形式での交流を最大限活用しているところでございます。また委員ご指摘のとおりですね、今後はアフターコロナ、後のコロナの、まあ、対面での交流、これも視野に入れてですね、こういった青少年交流を引き続きしっかりと推進していきたいと考えております。山本剛生君。ありがとうございます。まあ、やはり若い世代の方たちにそういったことをやっていってですね、まあ、今コロナでオンラインということで、やっぱ
まあ、オンラインだとなかなか難しいので、やっぱね、やっぱ心の、ね、心と心がこう触れ合ってか通うようなことをやっぱやるのがいいのかなというふうに思いますが、まあ、コロナでね、なかなかそれが上手にできないというのは、じくじたる思いがあられるかなというふうに思います。ただその今の規模感でいうと、まあ、長い結構長い間、1989年からということでございますが、長い間やられてて、まあ、あの4万人、まあね、計4万人ということでしたが、まあ、もっともっとそれ、なんかこう、やってっていったらいいのかなというふうにも思います、まあ、アフターコロナですね、コロナ明けて、まあ、その今、オンラインでやられてるとおっしゃられておられましたけれども、アフターコロナでもし交流がそこ盛んになるようになったら、それを例えばもうこれから拡大していこうとかっていう、そういう計画はあられますか。岩本さん、時間。お答え申し上げます。先ほども申し上げました通りですね、まあ、コロナが収まりましたら対面の交流、これを視野に入れてですね、そういった人数も増やしていきたいと、このように考えております。山本剛生、ありがとうございます。時間も参りましたので、本当にですね、こういった問題というのは難しいことをはらんでいることは私も承知をしております。しかしながら、まあ、本当1ミリずつでもですね、前に進むような状況を作っていただけることを心からお願いを申し上げまして、私の質問を終わらさせていただきます。ありがとうございました。これにて山本剛生君の質疑は終了いたしました。ありがとうございました。次に。